西暦2019年8月5日、アメリカの中国に対する追加関税の決定を受け、世界の為替市場は急落。ニューヨークダウ平均株価は今年最大の値下げを記録し、アメリカの経済誌フォーブスの調べでは、資産10億ドル以上を喪失したビリオネラの数は、なんと世界で18人にも達したそうです。こんにちは、世界のカール版のエドワードです。8月5日付、ソウル聯合ニュースの報道によると、韓国総合株価指数コスピと新興企業向け市場のコスダックが5日急落し、韓国株式市場の時価総額が約50兆ウォン、約4兆3547億円減少した。この日の終値を基準にしたコスピの時価総額は1298兆2000億ウォンで、全営業日比で33兆5000億ウォン減った。コスダックの時価総額は197兆9000億ウォンで、同15兆7000億ウォン減少した。コスダックではこの日、指数が 6% 以上急落したため取引が一時制限された。韓国取引所は同日午後2時9分に、指数急落を受け、コスダック市場のプログラム売り予備値の効力を5分間停止するサイドカーを発動したと伝えた。いやー、なんかもう桁多すぎてよくわかんないよね。でもわかってるのは、市場は混乱状態。よく6日のコスピはオープン直後に再び下落。1890ウォン台に入るなど、一時的に1900ウォンの防御ラインを割りました。現在は1900ウォン台を死守するため、一進一退の攻防が続いています。ちなみにコスダックというのは、中小企業が資金調達をしやすくするために開いた市場。大手企業のコスピ、中小企業のコスダック総崩れで、ますます経済は不安定化。一方、気になる為替の方なんだけど、6日の午前に大きなウォン買い注文。1219ウォンから一気に1209ウォンにまで上昇。でもさ、突然こんな急上昇、怪しくない？政府が介入したのかな？がしかし、その2時間後には半値以上戻しちゃったんです。あー、頑張ったのにな。てか、もうこの状態じゃ介入しても意味ないんだよね。そしてこの日、もう一つ世界に大きなショックが。アメリカのムニューシン財務長官が、中国が自国通貨を安値に誘導しているとして為替操作国に認定。トランプ大統領は就任当時、中国の為替については多めに見ていたんですが、ついにこのカードも切ってきました。アメリカでは為替操作国に認定すると、場合によっては制裁として関税をかけていくよ、というシグナルなんです。ムニューシン氏は声明の中で、中国の意図が貿易で不公正に競争優位を獲得するための通貨安誘導にあると指摘。追加関税の可能性は高まってきました。もう完全に中国経済の息の根止めにかかってるよね、トランプさん。これで韓国も為替介入がやりづらくなったという声もあるけど、私はそう思いません。なりふり構わず米ドルを投入し、必死に介入してくるでしょう。韓国に対しても為替操作国だと認定する必要はもうないんです。中国を潰しながら間接的にウォン暴落で経済破綻。アメリカはこのシナリオだと思うんだけど、どう思います？皆さんのご意見お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。